今回は、流浪二謙信明治見客浪漫譚京都動乱第26話に対するリアルタイムの視聴者の反応を紹介していきます。また、夜更かしの極みやー。お、開店じゃん。泥棒だ。不審者の気配。一番やべえやついてくさ。タイミング遅かった人。不法侵入 AOC。抜刀斎はどこだぼっと出現。てか、今の青史様かっこよかったな。青史さん出番早いっすね。青史さん、元気でした。久しぶりすぎるぞおかしら。不法侵入ですよ不法侵入。青史がこそ泥です。青史、飛び越えればいいのに律儀に鍵を外すんだ。考えてみるとわざわざ門開けて入らなくてもいい気もする。なんかアニメの OP って感じになってきた。OP で剣心と薫殿が歩いてるのって刀の上なのな。ディープキはミストでも知らないモブおっさん4人組好き。マジでサビで出てくるモブ4人なんなんだろう。まあトラウマっすよね。ああそうだ、ガトリングのところにいたか。それが人に物を尋ねる態度ですか。剣心が自分でメンタル回復したら来ていいよって言ったからね。ただの警官ね。お前のような警官がいるか、まあ実際いたんですが。斉藤さんまだ東京にいたのかよ。船で行くから随分余裕やな。もしかして斉藤さんフォローして回ってくれてる？信じるか信じないかはあなた次第です。めぐみ殿が隠したのに。かなり待ちますけど。カオルでも帰ってくることを思わなかったのに青史は信じてるのね。剣心もテモテだな。みんな抜刀斎好きすぎでしょ。まあ実力はお墨付きだからね。青史の獲物、長くね。市民を守る警官の鏡やな。ベラベラ話す斉藤さん。それを見ている総次郎。総次郎おったんか。総次郎だー顔がいい。実写版だと神木隆之介。出たわね。かませハゲじゃないか。阿武隈四入道来たー。俺たちの阿武隈四入道。ああいたわこんなも、敵。すぐやられそうな人たち。見ただけでわかるかませ犬衆。ルロ剣でこの手の四人組はかませ。京都のアジトの下っ端はもっと獅子王に合ってるのに。あ。ああ。すごい雑魚ムーブ。青史ってまだ20歳未満だっけ？それなら小僧だな。コナミコマンド。BABA 自爆。上下左右。お前らそんなのコミックになかったろ。で、山で出たゴミは持ち帰るのがマナー。ハゲたちのシーンが増えててくさ。原作より阿武隈四入道が活躍してる。ちょっとセリフが盛られてて嬉しいでござる。遠編でもハゲ四兄弟出してくるしハゲ好きすぎる。よく調べてるな。こいつら意外と考えて戦ってるんだな。なぎなた、かと思いきや。ハモった。面白すぎる。出た、小立ち二刀流。小立ち二刀流かっこいいよね。かっこいい。バラバラだ。結構グロいな。俺たちの阿武隈四入道が。バラバラ。あの四入道。って言わても感すごいなアニメで聞くと。様じゃなくてさんなんだ。捨て駒と分かって切り捨てる方も残酷ですわ。無情なのはお互い様。目がやばい時代の青史。獅子王ゆ。青史様あー。剣心に挨拶してくる。ほんと男女問わずみんな大好きだな抜刀斎。総次郎の笑顔が怖いっす。目閉じたキャラが強キャラの風習っていつ頃からやろなー。そうだ京都行こう。そういや京都ってなかなかつかないんだっけ。ゴミ片付けた青史様。総次郎思った以上に優しい声で余計に怖。斉藤、獅子王は京都にいるって言ってたのに、まさか近隣に来てたとか絶対思ってなかったろうな。総次郎って旧作でも四入道のことを、あいつら、って言ってたっけ。記憶にないな。四ハゲの分際でちょっと描写持ってもらいやがって。雷獣太先生とか阿武隈四入道の出番が盛られてていいですね令和ルロ剣。四入道とか出てくることに増えた。京都まで長いんですね。今なら新幹線で数時間か。492km を歩いていくってすごいよな。汽車が出たのも明治やっけ？刀持ってるけど気にしない中井さん強い。宿屋の呼び込みって珍しい気がする。獅子王が宿を襲撃するかもしれんから。なんだもんな視界こけ。もんなし笑い。もんなしはあってそう。おう、助走をつけて殴りに向かってるところよ。本当だよ1話かけるほど問題起きてるよ。ぐせせ集団発見。やべえぞ、山賊が。どうやって誘ったんですかねぐへへ。女の方が多いはぎ。ミサオちゃん来たー。帰るんだ。襲わないとか正常かよ。ガキには手を出さない紳士の鏡。
チンチクリンのあたりや。16は普通に子供なんだよな。お子様定期。16はこの時代なら成人か。ミサオちゃん強。ミサオちゃん強いんだから。やってることが追いはぎすぎる。女が追いはぎしちゃいけねえのかよ、差別か。男女平等追いはぎ精神。追いはぎの多様性。偶性論。追いはぎ自体しちゃいかんでござる。追いはぎがまずダメ。金持ってなさそう。貧乏すぐバレる、献身。もんなし疑惑2回目。理不尽。拳が軽いな。お金逆にすられた。手癖が悪い主人公でござるな。いや、そこに寝っ転がってる人たちのだよ。いや、お前のじゃないだろ。坊主マンかと。奪ったものは俺のもの。ひでえ。ただのジェイアニズム。撲殺用日本刀みたいなものだからそれ。いろいろな意味で貴重な刀。でも作ると高いんでしょ。草。ゼニゲバ。七夜雪。二足三門だろうと自分の懐は痛まないからね。流浪に献身明治見客ローマンタン、勘。献身のお金が、女の子にカツアゲされる主人公。本当のもんなしになっちゃった献身。酒場刀、持ってかれるとことだった。あ、起きた。盗み発覚する前にとっととお金戻しておこう。結局ここまでついてきてて草。どや、隠密が忍んでない。献身の見ている箇所エロい。体を舐めるように見るカットよ。剣心も脇とか太ももとか気になるんすね、わかるっすよ。自分で突っ込む剣心。これを見に来た。これでよし。お金がなくなったから追いはぎをするって。忍びならに馬車にでも隠れて乗ればよかろうもん。ミサオはどこを探してたんだろうな。巻き巻きミサオ。MMM、巻き巻きミサオ。かわいい。送金システムもあったはずだけど。時すでに押すし。行ったそばからである。めっちゃ連れてきた。また懲りずにモブ団体来たか。一人15人やればいける。ああ、貴重な涙橋が。妖精灰橋切り。それはそうかもしれないけど、勝手に橋を落とされたこの町の人たちだけは納得しないと思うの。あの一振りでなんでそんな器用にバラバラになるんだ。その切り口にはどう切ってもならんやろがい。見事な土木解体技術ですね。橋が粉々て。死ぬやろ。妖精灰の仕方よ。次回は25時10分。再放送は別枠で本放送は普通にあるのか。あ。青木さん以外は、首だけになってマフ。残念ながらそのお仲間さんはもう土の中。青木様は闇落ちしてるでござるよ。そのすごい人を倒したさらにすごい人です。ご存知です、ED。ああ、隠密鬼は晩秋、何の縁だろうか。なんと。ああ、青木様の話からのこのエンディング、しみる。どうやって青氏のことを説明するのですって、ここで終わりか。ちょっとガトリングで。ガトガトされました。世間は狭いね。青氏様とお庭番衆絡みでしたか。青氏様はともかくお庭番衆のことない出しづらい。まきまきみさおの元ネタは作者の趣味からして、リムルル、サムライスピリッツと思われがちだが、ゆり坂崎、ゆうこの件らしいね。みさおの素性を知った剣心の反応はいかに。やっぱりミサオちゃんいいね。今期は本当に女性キャラが可愛いな。終わっちゃったよ、短いんよ。30分。いいエンディングだなぁ。一期の ED では振り返ったのは剣心で二期ではカオルちゃんなのめっちゃいい。お、次回尖閣さん出番ありか。来週三角ハゲか。考えてみれば夜中にやってきてピッキングして道場入って抜刀斎さんいますかってやってる青氏様面白すぎんだろ。昔は何とも思わなかったけど、今見ると何の関係もない橋を勝手に壊すのはひどいな。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。